Cuido, Edge. Nihil. De incentia. Although some see a goal. Meri ust prelidis, expert wolf. Tunes cognitum lua. Quidu nostra defensio. D. Posset cognitum. Za envetus. Eraivo and purgus. Devon est peltina and pania. Devonum est lutema. Es, de peltina in pania. Tues nostem praestem, noster defensio. Hec, exceller in pelnia. Te omnio, aude cescalde. Belloc! Belloc! Peril! Thurcus Miscentis! Hostis? Licua?映画を誇った文明が滅んで数千年。かつての力を失った人類は自らが生み出した遺伝子改造による生物兵器に脅かされつつ黄昏の時代を過ごしている。だが失われた文明の力を借りた帝国が出現した時から再び時代は回り始めた。帝国の手によって発掘された9世紀の兵器は 人類の生存を脅かす多数の巨大生物を撃退し、再び我らの時代が来たと人々を歓喜させた。しかし力は欲望を生み、欲望は戦乱を生む。帝国と同じく9世紀の力を手に入れた周辺国家との戦争は深刻化の一途をたどる。自らの優勢を保つため、 帝国は9世紀の遺跡の発掘を強引に進める一方で、帝都に大規模な研究機関を設け、わずかずつではあるが、古の時代の謎に迫ろうとしていた。 Prasit seda, Devon. Arbo, the trader importer. Arwin, pose the tema rebel prosit sedo. Nunikats, Muheoles Macrol Matthew, Yaxil. Gada Arwin, enometos de Yena, Derekan. Kats, Venia Deni. Quini pass. Axiom Velox. Hick the good luck, senior! Hick moose! Now start down to Gaskelda! Oh, girl! Axelio! Oh!
Now the guest kill! Festina Exia! Exem! Centuria Venere! Dena Miliarion Balus, Ie Integrum Medium Civitas. Lerteo Unuel, Hu Ringu Sabta Ricia, Lausving Potentia Force. Prestium Importa. Pialitus Ie Crimen, Nole Motarsem Impenia. Dets Diu, Diolangius impenia banaes, dicea dev erung aterium. Impenia lizru winter, teliu diud atrefta. Dena. Faniba kreimen, nur geskerde bania la praia aterium. Zuduva eskatnaus gurigu oringu. Thank you.
乗れって言うの。
だいぶ流されたな。早く発掘所に戻らないと。だけどこのドラゴン、どうやったら言うことを聞いてくれるんだろう。隊長、生きてたのか。よく無事で。隊長、早く行け。奴らは谷に沿って北へ向かってる。あの男、クレイメンたちを追え。本物の帝国軍が来る前。クレイメン、誰なんですそいつは。それに、なんで追わなきゃならないんです。帝国の特務部隊、黒い艦隊を率いる男の話を聞いたことがある。おそらくは奴が。ここを見れば帝国は俺たちを疑う。あの発掘物を奪回する以外、お前の生き延びる方法はない。胸のポケット。隊長、これは。隊長、隊長。くそ、クレイメンめ。
除の風向きか。Thank you.
Thank you.
こまで続いてるんだろう。Oh!
丈夫かな。うわぁ、こりゃ一体あんたのドラゴンなのか。僕のってわけじゃない。なぜか言うことは聞いてくれるんだけど。ふーん、ドラゴンね。そうか、確かにこいつがあれば帝国とも戦える。帝国と戦うだって？まさかお前もクレイメンの？ちょっと待てよ。人違いだって。クレイメンのなんかじゃない。俺はシーカーだ。シーカー？盗掘集団の？おいおい、人聞きが悪いな。俺たちが盗掘者なら帝国だってそうさ。あの宝の山が奴らのもんだって誰が決めた？そのシーカーのあんたがなぜこんなところに？仲間との合流地点に向かってたんだが、近道をしてたらあいつに襲われてな。助かったやん。で、ついでと言っちゃなんだが、俺をそこまで運んでくれないか？いや、何、そう遠くはない。カイナスの村って言って、ここのすぐ南さ。そんなに警戒すんなよ。一人旅には慣れてないんだろ？力になるぜ。わかった。だけど、その村に行くだけだ。ああ、十分十分。ああ。自己紹介がまだだったな。俺の名はガッシュ。本名はスキアド・オプス・ガッシュって言うんだが、まあガッシュでいい。こう見えてもこの辺りの情報には詳しいんだ。遺跡のこと、恒星生物のこと、何だって教えてやるぜ。ここもやられたのか。やられた？恒星生物、あの化け物どもさ。だが、なんで突然。俺はこの辺りを調べてくる。悪いが、もう一晩だけ付き合ってくれ。ああ。
で、こんなのと一緒に旅をすることになったのか。俺たちシーカーの間じゃドラゴンは神様の使いってことになってる。もっとも神様なんて世界を守る存在がいるんならこの村もこんなことにはならなかっただろうがね。まあ帝国じゃ逆の言われ方をしてるし、本当のところは分からんよ。逆？旧世紀を滅ぼした悪魔だぜ。そりゃそうも言いたくなるさ。奴ら何度も手痛い目に遭ってるからな。まあその辺はあんたの方が詳しいか。傭兵とはいえ帝国にいたんだろ。でこれからどうすんだい。隊長にはクレイメンを追えって言われた。だけどそうじゃなくても隊長やみんなの仇を討ちたい。仇討ちか。まあそれもいいさ。どちらにしてもよほどの目的がないと辛いからな、辺境の旅は。じゃあ、あんたの目的は何なんだ？俺か？聞いてどうする？いや。あるもの、人を探してる。絶対の客人とでも訳せばいいのかな。旧世紀の記録にはそう書いてある。絶対の客人。悪いがそれ以上は言えんな。そのクレーメンってやつは砂漠へ向かったぜ。え？そのせいで砂漠の恒星生物がここに攻め込んだのさ。シーカーは死んでも仲間に情報を伝える術を知ってる。この村にいた仲間が残した遺言さ。俺も連れてってくれよ。実はここで仲間と会った後、砂漠の向こうで別のシーカーと合流するはずだったんだ。だけど一人で砂漠越えはできないしな。頼むぜ。ありがたい。その代わり砂漠の越え方は俺が教えてやるよ。大丈夫、任しときなって。砂漠は地下を通って越える。それがシーカーの鉄則だ。砂漠の恒星生物は地上に住んでるからな。地下を通るってどうやって？方法はいろいろあるぜ。ワームの抜け穴、オアシスの水脈、ガリル砂漠ならでかい地下遺跡もある。遺跡の近くには水があることが多い。砂漠のオアシスも大抵遺跡絡みだ。でうまい具合に水を抜けば地下の水脈がそのまま通り道になるのさ。砂漠の恒星生物は割と手強いんだが、ワームだけは別だな。大した武器を持ってるわけじゃないし、
何より抜け穴を作ってくれる。抜け穴って？あいつら砂漠を周回する習性があってな、地下を掘り進んだ跡が通り道になるのさ。地下にあるバカでかい遺跡の跡だ。そこを抜ければ砂漠を出られるぜ。遺跡？危険じゃないのか？なに、ほとんどが死んだ空洞だよ。地上の入り口が辛うじて生きてるだけさ。お前が追ってるクレーメンってやつ、黒い艦隊を指揮してるって言ったら。何か知ってるのか？シーカーの間じゃ有名だぜ。あの艦隊は独自に9世紀の研究も進めてるらしい。その指揮官ともなりゃ相当ヤバい男だぜ。特務部隊の指揮官なんだ。そこらの軍人とはわけが違うぜ。ひでえ国だぜ、あそこは。9世紀の力で無敵の軍隊を作りやがった。最初は恒星生物相手に戦ってたんだが、そのうち他の国を攻め出した。今じゃ大陸のほとんどが帝国の領土さ。そういや妙な噂を聞いたな。雷乱があって帝都が壊滅したとか。ドラゴンか？辺境じゃ神様の使いってことになってるぜ。帝国は逆に目の敵にしてるがな。そうなのか？ああ、連中ドラゴンにはやられっぱなしだからな。ドラゴン同士の戦いに巻き込まれて帝都の半分が焼けちまったこともあるそうだ。人前で乗り回してるといろいろ面倒だぜ。気をつけな。9世紀か。辺境じゃ神の時代だなんて言われてるが、実際はどうだか分かったもんじゃねえ。考えてもみろ、恒星生物も帝国軍の武器ももともと9世紀の連中が作ったもんなんだぜ。ずいぶん物騒な神様じゃねえか。え、人間が神様みたいな力を持ってた時代さ、文明の力ってやつをな。僕は遺跡の発掘所を警備してたんだけど、遺跡のことはよく知らないんだ。帝国の連中だって似たようなもんさ。手当たり次第に掘り返してるだけだ。だから時々偉いことになる。偉いことってどんなん？眠った遺跡が目覚めちまうんだよ。目覚めた遺跡は何をするかわからん。下手すりゃ国一つ滅ぼしかねないのさ。9世紀のでかい建物、いや機械かな。何のために作られたのかは誰も知らん。俺たちにとっちゃ宝物庫みたいなもんさ。あいつらも9世紀文明の残りもんだ。今じゃ世界中にはびこってやがる。特に数が多い場所は水源、森、それと遺跡の近くだな。どうして人間を襲うのかな。多分戦の道具だったんだろう。出なければ人間様に恨みがあるのさ。9世紀が残した化け物どもさ、なぜか人間を目の敵にしてやがる。シーカーって一体何者なんだ？ぬすっと呼ばわりしたくりゃ構わんぜ。初めて会った時のことは謝るよ。隊長からそう聞いてたんで、つい。いいっていいって。もともと俺たちは嫌われ者なんだ。神の領域を荒らす罰当たりってわけさ。実際はそうでもないんだがな。え？9世紀が神の時代だって話だよ。大抵の連中がそう信じてるがな。あれはもっと恐ろしいもんだ。帝国なんかよりずっとな。ま、世間様の評判なんて関係ないさ。俺たちは俺たちのやるべきことをやる。それだけだ。
返事。赤いやつが群れの帽子だ。注意しろ。ワームの巣だ。やつらは危害を加えなきゃおとなしいもんだ。ワームとじゃれてないで先を急ごうぜ。9世紀の沈没船か。赤いワームか。珍しいな。
ある奴に注意しろ。
レジ、見てみろ。あれが抜け穴？そうだ、ちょうどいい。後を追いかけようぜ。だけど水脈への入り口が9世紀の遺物に塞がれてるな。ワームの妖精を助けんのか。恒星生物なんざほっときゃいいのによ。いいじゃないか、人助けみたいなものだし。
エッジ、赤いやつが群れの帽子だ。同調したんだ。どっかであれと同じような形をした異物が作動を始めたはずだ。そいつを探そうぜ。つけろ。やつは撃った方向に確実に反撃してくるぞ。
赤い奴が群れの墓地だ。
外石への入り口が砂で塞がれてる。あの砂をどける方法があるはずだ。そいつを考えようぜ。ここの遺跡で何か作動するものがあったはずなんだが、使えないかな。思い出したぜ。ここらにある異物が竜巻を起こすスイッチになってるはずだ。それを作動させれば砂をどけることができるぞ。Yeah.
不死身か、やつは。何？変形した。じゃあここからは一人で行く。おかげでなんとか生き延びられそうだ。シーカーってのは冷たいやつが多くてな、約束の時間までに着かなかったやつは死んだことにされちまうのさ。ああそうだ、そいつを持って東に飛びな。そこにキャラバンがいるはずだ。それを見せれば力になる。まあドラゴンを隠していったらの話だけどな。短い間だったが面白かったぜ。またお互い生きていたらどっかで会おう。
新しいハンターだね。俺たちと一緒に来るんだろう。え、いや、そういうわけじゃないけど。なんだ、つまんねえの。まあいいや。俺、演歌食ってんだ。よろしくな、ハンターの兄ちゃん。うちの父ちゃんもハンターなんだ。すっげえ強いんだぜ。兄ちゃん、一人で旅してるの？おっかなくないのかい？代金を払いに来たのかい？帝国の金なんかこっちからお断りだよ。もうろくなものは残ってないよ。ちょいと、うちの娘に何するつもりだい？今度は何しに来たんだい？私たちのことはもうほっといておくれ。あんたもさっきの奴らの仲間か。そのペンダントは…なんだ、ガッシュの仲間か。わしはまたさっきの奴らかと。なら話は別だ。とりあえず座ってくれ。クレイメンか。ガッシュのやつ、たまに誰かよこしたと思えば、いつも面倒を持ち込みよる。まったく。クレイメンかどうかは知らんが、それらしいのなら3日ほど前に来た。本当に？薬や武器を強奪して生きよった。皆が殺気立っておるのは、そのせいだ。奴らなら北へ、禁止区域へ向かっていったよ。禁止区域？この北に、重力の嵐が吹き荒れてる地域がある。9世紀の遺跡があるらしいんだが、自由に飛行することが難しくて、帝国軍も近づけない。噂じゃ、見たことのない恒星生物も出るらしいんで、禁止区域と呼ばれておる。まあ、放っておいたって、奴らも恒星生物どもにやられるってことだ。それでも僕は行きます。クレイメンにせめて一撃でも加えたい。わしらにも事情がある。あんたをそこへ連れて行くことはできんが、まあ、できる限りのことはしよう。バイカにとっておきの武器を売るように言っておく。奴なら、9世紀のことも多少は知ってる。見た目はともかく、中身は頼りになる奴だからな。ありがとう。礼はいい。ただ、もし生きて帰って来られたら、禁止区域で拾ったものをわしらに売ってくれんか。武器や薬が足りんのだ。
申し遅れたが、わしの名はアンユーだ。ここには気軽に立ち寄ってくれ。ただし、面倒は持ち込まんでくれよ。わしらもあんたの事情には口を挟まん。わしらは荒れ果てた故郷を捨てた。恒星生物どもに追い立てられるようにな。新天地を求めてここまで旅してきたが、今や生き残りはわしらだけだ。ガッシュのことはわしらもよく知らんのだ。つかみどころのない男だよ。まあシーカーはみんなそんなもんだがな。旅人との取引も大事な仕事だ。狩りだけでは生計が立てられんからな。あんた、旅の人だ。俺の名はバイカだ。よろしくね。何かいい品物があったら見せてくれ。高く買い取るぜ。ああ、禁止区域に行くって本気かい？ああ、そうか。なら重力の道には用心することだ。帝国の連中は多分その向こうにいるぞ。重力の道？禁止区域の遺跡は重力を操るそうだ。その遺跡を目覚めさせた者は重力の道の彼方に運ばれるらしい。な、俺たちの一族じゃ男は必ずハンターになる。だが俺は体が弱くてな、結局こんな仕事しかできなかった。発掘品の加工が俺の仕事でね。よかったら買っていってくれ。ああ、あんたが。何かあったらまた寄ってくれよ。ごめんね、変なこと言っちまって。あいつらがまた来たと思ったんだよ。これ以上食べ物持っていかれたら私たち干からびちまうからね。バイカの家内のコウです。よろしくね。すいません、仕事があるので。お話なら母に聞いてください。遅いね。ハンターがいないと心細いかい？大丈夫、宝石は夜まで十分持つよ。
者の存在を確認。警戒レベルを1に移行します。移行確認。上空への転送装置を封印します。
Thank you.
転送装置の封印が強制解除されました。再起動を実行します。Thank you.
配送点急げ。副砲充電完了しました。よし、高度を下げろ。
よし、高度を下げろ。クレイメンは、奴はどこだ。ふん、愚か者め、私はおとりに過ぎん。閣下は今頃塔に。お前はあの時の、よくここまで追ってきたものだ。だがそれもここで終わりだ。あとは彼女か。彼女？あ、
狙え。完全に目覚めていないのか。仕方がない。